九州は一つ。西洋のジュエリーの技法に日本古来の金工の技を融合させた彫金家有馬武雄。和のスタイルを追求し時代を超え親しまれてきた工芸の美を現代に表現する、匠の蔵。佐賀県のほぼ中央、唐津市旧良木町にある有馬の工房を訪ねた。お邪魔します。こんにちは。よろしくどうぞ。作品もいろいろ置いてありますね、はい、いいですか、拝見して、はい、あ、すごく品がありますね。あ、そうですか、ありがとうございます。本当に上品というか気品な、まあ、気品の品ですね。パッと見た時はすごくシンプルな感じがしたんですけれど、はいはい、よくよく見ますと相当手が込んでますね。あ、そうですね。こっちのこれはね、桜の花を透かし彫りにして。透かし彫り、はい、帯留めなどの和装小物から指輪やブローチ、ペンダントなどおよそ10種類の作品を手掛けている。最近のお気に入りは唐草模様だ。え、アザラシですか。かわいい。これは何ですか、ブローチ。これブローチですね、うん、うわー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 、なんと愛くるしい。そしてやっぱり品のあるアザラシですよ、こういう感じでね。うーん、あ、なんか程よい重みがありますね。有馬は客が使うシーンをイメージしながら作る。特に身につけるものに関しては、身につける装飾具というのは使っていただいて 100% だと考えてますので、やりすぎない仕事というか程よく作品を作っていくことを目標としております。